ちょっと前に俺の周りが病んでるみたいな話したと思うんだけど、それの延長といいますか、まあ似てるようなことでちょっと言いたいことがあるんですけど、僕今23で今年24になる代なんですけど、で同級生たちも同じく23でもう24になった子とか、これから24になる子とかいるわけだけど、なんかこの24になる代になって急にみんな結婚結婚って言い出して、あ、それあれね、結婚するとかって話じゃなくて、みんな口を揃えて言うことがあって、何かっていうと30手前で結婚したいってみんな言うんだよね。そう、だからそれを見越した上で今24だからちょっともう動き始めなきゃいけないとか、そろそろ結婚してもいいかもって思える人と付き合わないといけないなみたいなことをねすごい言ってて、だからその焦ってるとまでは言わないかもしれないけど、まあ焦ってる人もいるだろうけど、すごいその結婚結婚っていう話題がね出るんだよね最近。でまあ俺の住んでる地域は田舎ってほど田舎じゃないけど都会じゃないっていうぐらいの、なんて言うんだろう、やや田舎ぐらい。まあ徒歩圏内にコンビニあるしショッピングモールもあるから、その本当に田舎っていうところに住んでる方からすると、いや全然栄えてるじゃんってなると思うから、まあ田舎とはね言えないと思うんだけど、本当やや田舎ぐらいかな感じなんで、で俺の勝手なイメージなんだけど、結婚急ぐのって結構田舎の人なイメージがあったんだよね。都内とか、まあ、栄えてる地域に寄ってけば寄ってくほど晩婚化と言いますか、結婚は遅くてもいいとか、あんま焦らない感じのイメージが勝手ですけどあったんで、あ、なんか俺の地域でもそんな感じになるんだって結構意外でしたね。で本当に飲みとかご飯とか行くと、そういう話題がね絶対一回は出るんだよ。もう24ではやばいよみたいなことをね言うんだよね本当に。でなんでこんな2024年になってみんないきなり一斉に言い出すのかっていうのをね、すごい不思議に思ってたんですよ。何なんだろうね、こういうの科学的になんか証明できたりすんのかな。え、てかこの前、この前ってほどじゃないかもしんないけど、素数ゼミってあったじゃん、あの17年ゼミとかってやつね。あれだってみんなねタイミングを合わせたかのようにいきなり出てくるじゃん。なんかそれと似たような通ずるものがあるのかな。人間は24歳になったら結婚意識しだすみたいな、有識者の方いたらぜひコメントください。でね、ほんととりあえずすごいんですよ、その結婚結婚って。まあ確かに周りにね、そのちらほら結婚しだす人が現れたっていうのもねあると思うんだよ。俺の周りは今結婚してる人圧倒的に少数派だけどさ、やっぱ一人二人でも周りにしだしたらさ、え、やばい、なんかどんどんみんな結婚しだすのかなっていう不安に駆られるというか。いやまあ確かに女性はさ、あの変な話リミットがあるじゃん。結婚だけだったらまあ年関係ないかもしれないけど、妊娠出産ってなったらまあ年齢関係あるわけだし、どうしてもっていうので、まあ結婚に適齢っていうのがあるわけだけど、やっぱそれ意識してんのかなって思うよね。ぶっちゃけ男はいくつになっても結婚できるしっていうので、焦ってる男っていうのはあんまり見受けられないけど、まあたまにいるんだけどね、やばい結婚できないかもみたいに言ってるやつは。でもまあ女性に比べたら圧倒的に焦ってる割合っていうのは少ないのかなと思いますが、なんせ俺も焦ってないうちの一人だから、まあなるようになるわぐらいしか思ってないんだけど、やっぱ女性は大変だよね本当に。ちゃんとさ、いくつまでに結婚してとかって計算がさ必要じゃん。まあしなくてもいいんだけどさ、その出産ってことを考えたらしなきゃいけないし、でその年齢過ぎたらもう出産っていうのは諦めるっていうのも一つの手かなって思うしさ。だからこそ今卵子凍結ってものがあるみたいですけど、自分は結婚遅いかもな、でも子供欲しいなって方は検討してみるのもいいかなと。まあその辺について俺はよくわかんないからさ、自分で調べてほしいんだけど。いや大変だよね本当に。やっぱ出産ってやばいもんね、本当に生命のさ危機が訪れるわけじゃん。って考えるとそう簡単には決断できないし、年齢遅くなってくのはやっぱ怖いよねって思うから、確かにねその結婚に焦るっていう気持ちは理屈ではすごいわかるから。でもやっぱり不思議なんだよね、その24の代になってから一斉にね騒ぎ出してるから。
で去年一昨年はそんなことみんな言ってなかったからさ、そこがやっぱ不思議だなって思うし、なんか遺伝子にでも組み込まれてんのかな、そういう情報が。24になったら起爆するような、なんか DNA が刻まれてるのかもしれないけど、だから今24以下の子たち、20歳とか22歳ぐらいの人たちは、今の周りの女の子たちの結婚観とか結婚願望の有無っていうのを見といてください。それで24になった時に、あれ前こんなこと言ってなかったよなみたいな、あれこの子こんな結婚急いでたっけってなるから、絶対面白い。それ面白いっていうのはあれね、ちょっと語弊があったかもしれないけど、そのバカにするとか、なんか変わってるわみたいなあれじゃなくて、あ本当にこうなるんだっていう、なんか興味深い感じが本当に実感できると思うから、そういった意味での面白いっていうことね。まあわかんないけどね、全員が全員そうなるとは限らないし、まあ俺の周りはそういう子が多かったってだけなんで、もちろん地域差とかもあるだろうし、わかんないけど、やや田舎の俺の周りは今そういった現象が起こっております。皆さんの周りはどうですかね、また違った現象が見られる地域っていうのもあると思うから、そういうのがあったらぜひ共有してみてください。本日は以上です。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。